キンプリ脱退、平野ノシとジングージユータがブログに綴った思いとはジャニーズの仲間も言及。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングピンス以下、キンプリとして活動した岸優ユータ、ジングージユータ、平野ノが5月22日をもってグループを脱退し、 岸を除く二人は同日付でジャニーズ事務所を退除した。ファンが悲しみに暮れる中、彼らと交流のあったジャニーズの仲間たちも寂しさを感じているようだ。公式モバイルサイトジョニーズウェブやラジオ番組などで彼らとの思い出を明かしている。キンプリは19日のミュージックステーション2時間スペシャル。 テレビ朝日系や20日放送のメニュー 101NHK に出演し5人でパフォーマンスを披露。19日のミュージックステーション終了後、キンプリ公式ツイッターは番組で共演したスノーマンとの記念写真を公開した。さらに21日午後6時台にはトラビスジャパンメンバーと撮った写真をアップし応援に来てくれてました。と報告。 どうやら、トラビスジャパンは、メニュー101のスタジオに応援に駆けつけていたようだ。トラビスジャパン松田玄太は、22日にジョニースウェブのブログを更新。つい最近あの6人組グループラストの日があって俺らトラビスジャパンは TikTok リブの後にお邪魔しに行ったんだ。原文ままいかどうと綴っていました。 キンプリは岩橋源樹を含む6人で CD デビューしましたから、松田はあえて、6人組、と表現したのでしょう。ジャニーズ JR 時代から尊敬の念を抱いていたといい、本当にすごい大好きなグループ、と称賛。メンバーそれぞれとのエピソードに触れた後、本人たちにしかわかんないけどいろんなことがあって本当にお疲れ様。 だなって思ったんだ、などと複雑な心境ものぞかせていました。ジャニーズに詳しい記者。また、19日のミュージックステーションでキンプリと共演したスノーマン向井康二も、20日付のブログに平野とのツーショット写真を上げているほか、シクストーンズ森本慎太郎、コーチ優我らも22日付の自身のブログでキンプリメンバーについて言及していた。 一方で、21ケラ22年にかけて放送され、バー×東海テレビが共同制作したドラマ、準教授高月明吉の推察のシーズン1とシーズン2で人竜児と共演した平位聖ジャンプイノビ系は、二人で食事に行ったことを明かした。20日放送のラジオ番組、ラジラー。 サタデー NHK ラジオ第一の近況トークの中で、イノウは神宮寺君とご飯に行きました。俺、よくよく考えたら、二人で行ったんだよ。後輩と二人でご飯行くの、多分初めてで、と告白。この時は共演したドラマの思い出やメンバーの話のか、イノウは昨日、19日も音楽番組出てたじゃんそちらへ向けての思いだったり。 と、ミュージックステーションへの意気込みも聞いたとか、さらに、優しいからね、神宮寺くん、とした上で、本当に神宮寺くんの話を聞いてると、やっぱりファンのこのこと、すごい大事に思ってるんだろうなって感じたし、あと、メンバーのこともすごい大事に思っているんだなって感じました。楽しかったなから、二人で、と嬉しそうに語っていたのだった。 なお、イノーは19日付のジョニースウェブの個人ブログでも、ジン・ジュージー君とご飯食べた。と、ツーショット写真をアップしている。一方、22日にはキンプリメンバーも続々とブログを更新。高橋はファンやこれまで共に活動してきたメンバーに感謝を伝え、小騎君・ジンはこれからも友達としてどうぞよろしくお願いします。門は手を取り合って仲良くお願いします。 とメッセージを綴り元メンバーの岩橋も、含め小騎士くん人弁元気くんキングピン再しているよう。とグループ愛を示している。また、平野はこれまでの活動を振り返りつつ、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。と、前社長のジャニー北川氏との約束が果たせなかったことに悔しさを滲ませ、ファンのみんなには悲しい思いをさせてると思います。ごめんね。 と謝罪。みんなは自分を一番に考えてください。負けないようにあなたの人生はあなたのものだから、ね。と、訴え最後はまたどこかで会えたらいいねまた、ね。と前向きな言葉を綴った。平野と共に事務所を離れる神宮寺も、寂しいですが永遠のお別れではないと思うので、さよならは言わないよ。じゃあまたね。と明るい言葉でブログを締めくくっている。 神宮寺、平野は、ジャニーズ生と別々の道を歩むことになったものの、ファンも含め、これまで仲間たちと気づいた絆が立たれることはないだろう。斎造オルーマンジャニーズ情報専用ツイッターアカウント、j タンシーちゃん、オープン。株式会社斎造。平野紫洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。